コインの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 
メンタルマッスル大学のお時間です。僕メインチャンネルの方で結構怖いやつよくやるでしょう。みんな見てくれてるかな。君はああいうの見て怖いと思う？自分の動画は今のところお化けとか全然出てきてないし、そんなに怖くはないと思うんだけど、実際心霊スポットに行ったりとかお化け出てきたりとか考えたら怖いよね。もし全然怖くないっていう人はおめでとう。日本では 3% の特殊な遺伝子タイプを持った人です。どういうこと？何それって思った？じゃあこれを見てくれ。はい、恐怖遺伝子を持ってる割合ドーン。日本人は 97% の人が恐怖遺伝子を持っているのでした。これを見ている人はまず間違いなく日本人だと思うので、ほとんどが恐怖遺伝子持ちでビビリなんです。全然怖くないって言ってる人も大抵は強がっているだけなんです。じゃあね、この恐怖遺伝子について解説していくけど、最近の研究で脳が恐怖を感じるメカニズムがかなり分かってきた。恐怖をコントロールする遺伝子は恐怖遺伝子とも呼ばれていて、脳の中で恐怖を抑える働きをするタンパク質の量はこの遺伝子によってコントロールされているんだ。つまり生まれつき遺伝子で恐怖を感じるか感じないかが決まっちゃってるわけ。その恐怖遺伝子持ちがなんと日本人では 97%、 世界的に見てもダントツで高いよね。これからわかるのは、日本人は臆病な人ほどうまく長く生き残れてきたという歴史があるみたいだ。まあ確かにそうだよね。臆病で慎重な方が戦国乱世の時代とかうまく生き延びられそうな気がするし、でも逆に考えたら 3% は恐怖を全く感じない人がいるわけだから、その人はかなりすごいよね。たまにヤバい場所とか地域とかにも平気で行っちゃう人がいるけど、きっとそういう人なんだろうね。ちなみにこれを見てもらうとわかると思うけど、アメリカの黒人では 46%、 南アフリカの人 32% と、黒人系の人はこの恐怖遺伝子持ちが少ない。黒人はマジでビビらない。だからあっちの方ではお化け屋敷という商売は全く成立しないらしい。一回テレビの企画で黒人さんをお化け屋敷に入れてみたことがあったんだけど、怖がるどころか怒って幽霊に殴りかかろうとしてたからね。日本ではホラー的なものって結構流行るけど、あれは日本人が怖がりだから成立するものであって、この怖いという感情がないとこのジャンルのエンターテインメントは成り立たないんだね。ある意味すごい大事だよ恐怖遺伝子。でも自分は怖がりなの嫌だから、恐怖を感じない無敵のメンタルを手に入れたい、そう思ったそこの君、実はそんな君にぴったりの研究をしているところがある。オーストラリアクイーンズランド脳研究所はこの恐怖遺伝子を操作して恐怖心を全く感じなくさせたり、逆に増長させたりすることができることを発見したそうだ。結構やばい研究でしょう。 5 ヒドロキシメチルカシトシン 5-HMC ってので、前頭葉全部の ILT 部分の遺伝子を再配分したところ、あくまでマウス実験でだけど、タンパク質の量が増加して恐怖を感じなくなってしまったんだ。これまだ人間では試してないし、もし実用化されたとしてもよっぽどのことがないとやってはくれないだろうけど、丸々恐怖症みたいなのに悩まされてる人にはすごく意味のある研究ではあるよね。ちなみにお化け屋敷とか心霊スポットとかに行って怖くなった時とかに簡単に恐怖度を下げる方法があるんだけど、なんだと思う？正解は笑顔を作ることだ。人間は笑顔になると恐怖を和らげる効果もある。怖い時はニコニコ笑ってみよう。幸福論に、人は幸せだから笑うのではない、笑うから幸せなのだっていう名言があるけど、たとえ作り笑顔でもものすごくいろいろないい効果があるから、辛い時も悲しい時もそして怖い時も笑顔を忘れないでくれな。いい話でまとまっただろ。ということで、メンタルマッスル、また来週。